大さん。あの、ちょっといいですか。あ、はい。あの、はい。京子さん。はい。僕のために味噌汁だ。リラックスリラックス。あの、何ですか今の。いやあ、プロポーズしに来たんじゃないのかしら。お茶もっと飲みますか。え、飲みたい。味噌汁飲みたい。京子さん。あ、はい。俺京子さんの、京子さんの作った味噌汁飲みたい。はい。よかったですわ。ちょうど総一郎さんの朝ごはんに残しといたんです。はあ、あの、ご飯もありますけど。いえ、味噌汁だけで。うまい。よかった。忘れてた、京子さんは鈍いんだ。遠回しな言い方は通用しないんだ。結婚してくださいとはっきり言わなければ。京子さん、僕と。はい。僕と。五代くん、こんなとこで何してんだい。いけませんな。味噌汁だけでこの寒い夜をしのげると思う。とりあえずの。五代さんのバカ、本当にグズなんだから。あ、パパの背中ってあったかい。そうか。ゆみちゃんだってあったかいよ。じゃあパパも寒くないね。うん、寒くない寒くない。父さん、おんぶして。大きくなったら今度はお父さんをおんぶしてくれるかい、京子。やだ、お父さん重いもん、潰れちゃうよ。じゃあ京子のお婿さんにおんぶしてもらうかな。やだ、京子お嫁になんか行かないもん。あ、そうかそうか。京子。京子、こんな時父さんどうすればいいんだ。こんな思いをさせるくらいならもっと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 結婚に反対すべきだった。京子お嫁になんか行かないもん、行かないもん、行かないもん、行かないもん。すみません、すぐタクシーを。いいですよ、近いですからこのまま背負っていきましょう。もうしょうがないな、お父さんったら。何かひどいこと言われませんでした？別に。お父さん
心配なんですね。お父さんにとっては京子さん、いつまでも小さな女の子なんですよね。ちっちゃな京子ちゃんか。だけど俺にとってはたった一人の女の人です。結婚してください。泣かせるようなことは絶対しません。残りの人生を俺にください。一つだけ約束守って。はい、お願い。一日でいいから、私より長生きして。もう一人じゃ生きていけそうにないから。京子さん、決して一人にはしません。本当だな。お父さん。だけどな、こいつが嫌になったらいつ帰ってきてもいいんだぞ。え？